待て待て、油断なさるとは愚かな。嘘だろ。私が必要ですか。おりゃ！待て待て！いっこ！逃げ惑え！いっこ！城の守りは完璧だよ。毒を踏み越え、女の性を勝ち取り、覚悟。私が必要ですか。待て待て、まだ武器は残ってる。待て待て、待て待て、城の守りは完璧だよ。あいつ踏み越え、女の性を勝ち取り、鎧に傷が。逃げ惑え。嘘だろ。我が命には届かん。覚悟。あれ、いつの間に死んでも諦めねえ。危ういか。ああ、蝶々だ。これかい、いただけぬか。待て待て、参上だぜ。待て待て、まだ残ってる。逃げ惑え。かくなる上は
我が軍略しかと心に刻むのだ。城の守りは完璧だよ。会いたかった。あなたの病にはこのお札が一番です。僕を踏み越え、こんな生を勝ち取れ。栄光はもう目の前まで来ている。タウラス杯決勝、さあ一番人気の紹介です。グランプリウマ娘6番メジロマックイーン、人気と実力を兼ね備えた。ここまで無敗2冠ウマ娘、2番ゴールドシップ、今日は3番人気です。対抗するのは2冠ウマ娘ダイヤスカーレット。真っ向勝負に注目だ。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはダイヤスカーレット、6番メジロマックイーン、3番メジロマックイーン。さあ激しい先行争いで前に出たのはダイヤスカーレット。激しい先頭争い、6番メジロマックイーン外から行く、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ期待に応えて6番メジロマックイーン、逃げる逃げる、早くも先頭。2番手の位置で先頭を伺うのは3番メジロマックイーン、差がなくダイヤスカーレット。4番手にはスペシャルウィーク、大きく離れてジンボリルドルフ、そして成田ブライア。2馬身3馬身開いて2番ゴールドシップ、ナイスネイチャー外から行く、1馬身離れて1番ゴールドシップ。意気揚々と先頭を行きます。6番メジロマックイーン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身、順位を振り返っていきます。現在1番手は6番メジロマックイーン、差がなくダイヤスカーレット。1馬身差3番メジロマックイーン、その後からスペシャルウィーク、2馬身3馬身開いて成田ブライア。1馬身差ジンボリルドルフ、2馬身離れて1番離れて2番ゴールドシップ、1馬審査ナイスネイチャー。ダイヤスカーレット先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイヤスカーレット彼女の脚質には合っていますね。残り 1000m を通過、依然先頭はダイヤスカーレット。続いて6番メジロマックイーン、1馬審離れて3番メジロマックイーン、4番手スペシャルウィーク、大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ダイヤスカーレット穴を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。6番メジロマックイーン、2番手につけ様子を見守る。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはダイヤスカーレット。4着を切りました。ダイヤスカーレット先頭はダイヤスカーレット、これは強い。ダイヤスカーレット速い速い、もはや独走状態。200を通過、2番ゴールドシップ食らいついてやく。ダイヤスカーレットリードは3馬身、先頭は依然ダイヤスカーレット。ダイヤスカーレット足色は衰え。ダイヤスカーレット1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのはダイヤスカーレット。タウラス杯の栄冠を見事につかみ取りました。2着は2番ゴールドシップ、3着に入ったのは6番メジロマックイーン。